いやマッサージ室座りに電気風素晴らしいお風呂の出身ですな。いいね。サウナーなどと語り寄って。わしに何の用だ。なるほど。さすがお風呂屋さん。ジャッジが早い。あれやさん。じゃあ、担当中に申し上げます。まとまった量の癒しが欲しい。私、サウナーの感じで。癒しとは何だ。とぼけてもらったよ、これは。癒しとは朝日トレンド21。三鷹にある銭湯だ。入れ10年。悪いことは言わん。体が整うまで出れません。10年目。色を振り向いてみろ。ゆっくりとだぞ。働く人間。癒してやる。そんな簡単に俺を癒していいのか。なんだろう。判断だけの風呂は値段が安くても、種類に関しては全くもって豊富だね。いいだろ。このサウナからあの種類の料理を送ったのか、ユリアは完全に俺の体を通過して、人気になる。それにだ。俺の体に浸透するときは、ユリアは邪魔しない。だからまだ不能式にある。ところが平日の夜に来てるときは、仕事の疲れがひどいから、間違いなく遅れてたな。いつも休み休み使え、早朝しよく誰が刺さるか。いらねえ。だったらね、一番疲れを少なくしてくれる性質がある。それがサウナの歴史にちょっと変えただけで、テレビのチャンネルも変えることができるんだよ。次回、学生気分のブログ村で、蘇る健康第2回、いつでも戦闘態勢、朝日トレンド21。試してみるか。癒してみな。癒してみなよ、おい。